超危険使いました。やば。あら。今から、バルセロナで一番やばい通り通って、一番バルセロナ一番古いバーに今から行きます。今日のお供は堀さん。こっちでカメラマンやってる堀さん。あとカメラマンが。カツ、カツ、カツです。カツです。じゃあよろしく。今日も明るくなりました。ああ、明るくなった。こういうバーで見たいけどね。やばい。じゃあ今から、堀さん何これ？バーマルセイヤ。明るくなってるやん。昔はここ全部カーテンしてて、中見えん状態して真っ暗やったんやけど、バルセロナ一番古いバル。白く濁らへんかったっけ？
あ、もう水をどんどん入れれば白くなります。あ、そういうこと。このぐらいにしました。何度も飲んだことあるけど俺大嫌い。俺これうまいと思わへん。俺いつもこれで何回目結構飲んでるの。俺一人で飲んでるの初めて飲んだ。やばい、みんなまずそうに飲んでるやん。みんなわーってなってるやん。乾杯乾杯乾杯。おっ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 。オーナーがここら辺臭くなるから嫌だっつって、そしたらバルセロナ氏がいやここは絶対残さなくちゃいけないからお前らそれやめろっつって、あのバルセロナ氏がちゃんと持ってくる。署名運動とかもあって署名しました。2番目に古いバー、さっき堀も言っとったけど、あの一番古いバルがマルセイユで、2番目がロンドンバル。あの両方ともバルセロナスペイン語じゃないです。フランスのマルセイユとイギリスのロンドンのバー。やめようか。頼むのが大変だよ。ここかっこよくてさ、全部な中のライトが全部ろうそくやな。で下にディスコとかあったりとかさ、まあ、韓国人しか来んやけど、で昔置いてたやろな。受付所がドラッグインやねん。ドラッグイン取ってくればあと。あ、しばかれると思うけど。
受付所と案内するやつが全員ドラッグクイーン。なんか活気づいてるね。まあ、ちょうど昨日からそのディスコもやってよくなったしっていうのもあるんじゃないですか。ドラッグクイーン。あとここは梅林通り。何年前？俺が来る前はもう梅林しかいなかった。ジャンキーと梅林しかいない。ここも結構バルセロナのヤバい通りの。ここはトップ。この道もほんま真っ暗やったよ。今からもう一軒僕の好きな店行きます。これで説明して。マリアッチ。マリアッチはそのマヌチャオっていうスペインですごく有名な、あれバスクの人らしいです。フランス人、フランス人です。フランスバスク、フランス人です。その、まあ、スペイン語だとマノネグラって言われてるんですけど、マヌチャオっていうグループのその人が作ったバルスですね。マリアッチっていう。マリアッチチェックしてください。その音楽昔ここ真っ暗で、いやむちゃ明るないこれ。めっちゃめちゃ歩きやすい。まだ流れていくから。Israel? Israel, ¿qué? Lehaima. 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 Lehaima.